ナタリーをご覧の皆さん、どうも、キリンジの堀米高木です。茅ヶ崎学です。はい、こんにちは。こんにちは。いや、なんかマイブームの話らしいんですよ。マイブームね。なんか最近ジョギングすごいしてるって聞いた。うわ、風の便りに聞いたんですけど。別にそれマイブームっていうか日頃からっていうことなんで、全然ブームじゃないんですけど、あ、でもこのマイブーム問題っていうのは、キャンペーンのたびにあるんですよ。まあね、必ずいろんなところで、ね、まあそう、どこ行っても聞かれるんですけど、そんななかなかないので。昔はもう捏造してましたけどね。例えば高尾山に登ってますとか。え、あれ捏造だったの？まあちょっと1回ぐらいしか登ったことなかったりとか、あとは竹とんぼを作るのにハマっていますとかそういうものをね、頑張って。たまにはなんかハマりましょうよ、じゃあ。うん、そうだね。猫もね、ハマってるようで。あれは僕は全然ハマってないですよ。飼ってるのは僕じゃなくて家族だって言ってるぐらいですもんね。そうそうそう。まあでも、なんか一つハマっておくと仕事の幅もね、広がって。お給とかどう？俺今お給ハマってて。お給いいですね。家でたまにやってるんですよ。ハマってるじゃないですか。言ってくださいよ、そこに。ハマってた。卓球、うん、なんかね、ぼーっとできて楽しいですよ。ああ、いいですね。じゃあ、まあ、茅ヶ崎くんのマイブームはお給っていいですか？はい、うん。で、まあ、そんな記事なんですけども、はい、11月20日に、14枚目のアルバムが、はい、チェッシュ。チェッシュ。これまた強力で、かっこいい。最高です。できたんで、ぜひとも皆さん聴いてください。聴いてください。よろしくお願いします。